ジェットシティで僕はヤンキーこれな、これあのフランキーのことを小峠さんが好きなんだね、バイキングの小峠さんがねカラオケ行くとこれ歌うんですよ、カラオケで歌ってましたねあの一回みんなでホットカラオケ行った時に、本人は別にギャグとかじゃなくて本気でね、本当にこれが好きで歌ったらみんなもうそういう やめろみたいな、笑わせんのやめろみたいな、爆笑してましたね小峠さんがねこういうのをね本当気で歌うの笑っちゃうんですよね、そう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 、キャデラックパンティストーキー、いいんだよ笑わせなくて、いやギャグじゃねえよ、本気だよ、本気だよ、いい歌なんだよ二人は何歌うの、僕らは何ですかね、俺はもうマジであの兄貴の佐賀県を、あ逆に振られることが多いんで、それはだから、うん、たくさんいる時でしょ、はい、照れ隠しで逆に歌いますね、こうなんか少人数の時に、少人数家族とかこう気が楽な時、あ気が楽な、本当に好きな歌とかってことですよね、そう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 、もう織田裕二の世界陸上の歌とかってあります、ね、なんだっけなんとかワールドトレジャーっ て, って笑わないでくださ い, っていう、はい、本気なんですよ、 A メロ誰も知らないっていうあそうかもそうかも、う意外とこう A メロ歌うとこんな歌だったんだって言われる、あ、はい、何の歌なんですか、私もなんかあの、うん、和田アキ子さんの悩み無用って歌が、はい、実は A メロがすごい、はいはいはい、誰も知らないんだけど、なんだろうこの歌って言って、でサビでもう悩み無用になるとすげえウケるあこの歌かってねあそのこれエンディングでちょっとかけてください、いいですね、吉井久蔵さん のワークマンの CM ショップ、うん、あの曲あれもそうなの、あれも、うん、めちゃくちゃいい曲です初め、それをこの前俺車の中入れてるからマネージャーがこれいい曲ですねなんですかこれ、これなんですかそれすみんなあれだあこれだったんかいっつってサビあれなんだサビあれなんですよ、あれから始まってんのかと思った、そうそうそう、あれそういうのあるかもね、そう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 、 CM なんかそういう使い方しますからね、確かに面白い、それ知りたい、いつか誰かリクエストしてください、はい、この住み慣れた我が家にのフルバージョンいつもね聞きたいですねさあこの方、はい、ラジオネームサバミソさん、西東京市の方です、うん、子供の頃大泉の撮影所の近くに住んでいて、うん、よく公園でテレビドラマのロケをしていました、うん、ヒーローもののロケでは憧れのヒーローに近づけるのですが、着ぐるみは妙にチャチーし、当然ジャンプをしても何メートルも飛びません、うん、しかも、当時は子供の前でも容赦なく着ぐるみを脱いで、もちろん中身は変身前のかっこいいお兄さんや可愛いお姉さんではなくむさ苦しいひげ面のおっさん、それからはテレビでヒーローものを見ても冷めた目で番組を見る幼稚園児になってしまいました、絶対見せちゃダメなんだよねこういうとこはね、そうか撮影所見学行ったらこういうふうになっちゃうんですね、確かに見に行ったことありますそういうの、まあ、あのなんか営業とかで、うんうんね、あの一緒になることがあると隣の楽屋がそういうちょっと仮面ライダーとか、うん、ああなるほどね、うんうんうん、みたいな感じになるんですけど、今すごい美少年が多いですよね、ライダー系、あーそうですね、ライダー系はですよね、その役 の、うん、あの俳優さんはね強そうっていうよりはね、男らしいっていうよりは、うん、確かにやっぱりこう、うん、ちょっとベテランの人とか多くなってきてるんで、あのこの可愛らしいぬいぐるみのこの上だけ脱いでその控え室で白髪混じりの おばあさんがサンドイッチ食ってたんですよ、やめてあーっつって、それでかぶったらあの違う人がちょっとなんとかだ声はね別なくて、ね、これ見ちゃったからなと思ってもう戻れない ねイメージ、ヒーローものおじさんがやってるのはまだいいですけど、もう今プリキュアとかそういう女の子のやつなんです、 あの中身もおっさんだったりするから、うん、それはかなりげんなりしますよね、そうですね、やっぱりプリキュアもやめてあげてプリキュアやっぱりなかなかね、なるほどね、いいこと聞いた、面白いこと聞いた、そうですよ、しょうがない、でもしょうがないです、目を壊しちゃいけないですね、でもね、うん、見ちゃダメですね、目をつむりましょう、はい、さあこの方のリクエストです、赤い公園の黄色い花、はい、スピッツでチェリーでした、今なんか若い人にまたブーム来てるんだってね、スピッツのスピッツブーム、うん、20年前ですね、うん、そあもう20年前かこれ、20年前、すごいですね、シンプルでねいい歌多いですよ ね、 すね、さあ続いてラジオネームのんさん、豊島区の方です、うん、シーサー沖縄に行った時にシーサー児童公園というものが目につき入ってみたら、うん、何のオブジェがあるかと、想像がついてしまう方も多いと思いますけども、うん、公園の中央には約20メートルのコンクリート遊具のシーサーが鎮座していました、住宅街の中にある公園でまさかそこにこんな巨大なシーサーがあるとは思わないため、そのインパクトはとても大きいです、シーサーの左手がピーンと伸びてそこが滑り台になっています、子供用なのか登り口が小さかったのですが無理やり登って滑りました、まさかシーサーが滑り台になんてあっぱれ沖縄シーサーですね、
子供は沖縄の思い出というとこれしか言いません。なんか守り神なんだよね確か一応、はいはい、そうですね、うん、もう至る所にあるんですね、うん、そうなんですね、でもやっぱそういうなんか恐竜が置いてあったら恐竜公園とか、うん、あ東京にもあるよねなんか角っこに、もうなんか自分なんか正式名称は忘れたけど、うん、そういう風に呼んでる公園とか結構地元にありましたよね。なんか小豆島香川の小豆島に前旅行に行った時に、うん、たまたまもう行くとこなくてあんまなんかいろいろあんまりないから、うん、なんかちょっと休もうと思って公園行ったんですよ。うん、じゃ公園にめちゃくちゃ長い滑り台があって。うん、もうずーっと滑れるやつがあったんですよ。めっちゃ楽しそうじゃん。そう、すっげー楽しい。大人でもちょっとやってみたいよね。はい、大人も滑れるやつ。そう。俺と奥さんだったけだったから、二人で滑って。まあ子供もいなかったんで。あ、そっかそっか。気まずい。誰もいなかったですけど、二人でずっと滑ってました。大人二人で滑って、はい。誰もいなかったんだ。いや、結構なんでここ名物になってないんだっていうぐらい長いから、すっげー面白かったです、ずーっと。この話は滑ってないですね。清水美智子です。最後で言った自己紹介する。嫌じゃ嫌じゃ。いやいやいやじゃ。取られた。それでは河合直子さん、夏のヒロイン。河合美穂、河合直子さんで、うん、夏のヒロインでした。はい。続きましてラジオネームぬらりひょんさん。ぬらりひょんさん。皆さんは、うん、夜の公園を歩かれたことは終わりでしょうか。うん、いや覗きや、デバガメではありません。うん、実は。不気味な光景に出くわすことがあるんですよ、うんうん、と言いますのも今の若者はベンチに座るとほぼ全員が携帯電話やスマホをいじりますでしょ、うん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 、すると暗い中で画面の明かりが顔を照らすわけですよ。あ、そうだね、薄く白く。だから通行人からは暗いベンチにぼーっと青白く照らされた顔が並んでいるように見える。なるほどね、はい、そうかも。街灯の少ない公園ほどおすすめですね。肝試しにいかがでしょうか。本当だ。一、ね、人だけまたなんか本人本当じゃない人がいたりとかね。あ、怖い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 。仲いいな。青白く、人の顔が浮かんでと思ったら一人だけ。順次にウーローっと。何順次にウーロー。順次にウーロー。稲川順次にウーロー。買いませんよ稲川さんとかも。そんなこと。怖いな。一人だけですよ、怖がってんだ。中でみんな怖がらないと。いや、それ聞きましたよ。一人だけ落ち武者がいるな。だから怖いな。ちょっと落ち武者がいると。一人だけ見たらこれ落ち武者だったんですよ。脚力してんじゃないよ。こっちがどうですかみたいな。生さんみたいな。順次いただきました。いただかないですよ。そういう人いっぱいいるんだろうね。これ稲川淳二と思ってる。ほんと迷惑。稲川淳二さん買うから。小倉洋さんと稲川淳二さんに。私、売りに行きますんで。100円ちょうだい。かわいい。100円なんだ。この方のリクエストです。はい、ゲゲゲの鬼太郎。いやいや、だま国ちゃんのモノマネ研究。皆さん見てをご覧ください。一番短いのは生命線です。残念。なんちゃって。今日もあの人のモノマネいってみよう。コーラーメンももういつの間にか国ちゃんのになってます。清水美智子のじゃない。乗っ取られましたよ。山田邦子さん。邦子さんに乗っ取られましたよ。自分で自分の首を絞めてますよ。自分の中にいる山田邦子に乗っ取られてます。憧れの邦ちゃんに。ということで、このコーナー、最近はご本人が登場するパターンも増えていますが、はい、今日もなんとモノマネ案ではなく、うん、ご本人のコメントが届いてます。嘘でしょ、ね、このコーナー。清水美智子さん、ナイツのお二人、こんにちは、森山良子です。デビュー50周年記念アルバム、タッチミーのレコーディングでは、清水美智子さんにも参加していただき、本当ににぎにぎしくありがたいことでございました。ありがとうございました。私は今、コンサートツアーの、ただ中なんですけれども、5月21日の土曜日は埼玉県サンシティ、越谷。そして5月22日の日曜日は神奈川県の横須賀芸術劇場に参ります。そしてですね、ラジオパークイン日比谷2016、このイベントの初日のトリを私たちミュージック10パーソナリティが務めることになりました。29日金曜日夕方4時から月曜担当の森山良子、火曜担当の名取裕子さん、水曜担当の鈴木杏樹さん、そして木曜担当の斉藤由紀さん美人ばっかりが集まります。そして私、
あの半世紀歌手なんて言われちゃっていますけれども、森山良子歌わせていただきます。会場で皆さんにお会いできることを楽しみにしています。さてビバリーヒルズではみっちゃんのモノマネ教室をやっていらっしゃるということですけれども、それじゃあ今日は私のモノマネもやってみてくださいますか。最低10曲をフルコーラスでお送りしているミュージック10、みっちゃんもナイツのお二人もぜひ聴いてみてくださいね。森山良子でした。なんて品がいいんでしょうね、本当に、ね、ちゃっかり自分の CM ばっかりなのに嫌な感じが全然しないというね、うん、ほとんど思ったより長かった、はっきり言うなよ、思ったより長かったとか言うんじゃないですよすごいですね、半世紀歌手でいらっしゃるんですから、だから長ければ長いほど清水さんがモノマネしてんじゃないかと思ってきちゃいますよ、ね、コメントが長いとあれ途中から怪しい、本人からコメントいただきましたから、ではちょっと短めにこれを踏まえまして、はい、あのサトウキビ畑の、はい、あの初めの方ですね、ザワを教えてあげたいと思います。これできるかな、あのいいですか、本人のザワワザワワ、これが本人、いやないじゃない、もう訳分かんなくなればそういう本人じゃないから傲慢になってる、本人ザワワコメントはいただいてないですか、一言一言ザワワってこう流さないで、はい、一つ一つを皆さんに聞いていただくっていう献身的な気持ちで言うのが大切です。ザとワとワ、ザワワで一つ、ザワワ違います、ザワワと心の中では、はい、ザワワって聞こえるんですけども、はい、ザワ、いや変わってる、いや変わりましたね、さっき瞬間で変わったじゃん、さっきこうやりましたよ、いやさっきとだいぶ違いましたよ今なんだ紙芝居の おじちゃんになんか文句言うならお前に売らないよ、おじちゃんおかしいこれさっきと違うんだ話が、じゃあやってみましょう、まずは花輪さんから置きに行く感じですよね、はい、そういきます、じゃあ丁寧にね、さあわーわー、さあわーわー全然ですね、品がないです、なんか顔はすごい、デビさんに言わせると思う、いいがーですね、デビさん、デビさんちょっとだ、黙ってって言ってたんですか、言えるの、あなた引っ込んでて言えるのね本人に、いややこしくなっちゃうんで、土屋さんお願いします、ズワーワーワー、ズワーワーワー、あ多分だから綺麗な風光明媚な景色を見たことないんだろうね、いやありますよ、こうきらめ風とともに、ザワワザワワ、ほら自然にエコーがつくからね、いやいやいや、つけてるんですよそんなそんなことあるんだ、自然にくれてる、こんなことがあるんですよ、機械の方が自然に機械がついてくる、うん、そう、リスナーを騙そうと思ったらそういかないですよ、ちょっと難しいな、ザワワダメだな、ほら全然つかないでしょつかないでしょ、私がやるとザワワ、今指示したでしょしてないって、人差し指立ってたじゃないですか今俺見つけた、これはあの葉っぱですよ、葉っぱサトウキビの葉っぱを表してるんですよ葉っぱって言うの、表してたんだというわけで、はい、私も清水さんに真似してもらいたいとか、はい、これを、あの、知りたいとかね、真似を。はい、という有名人の方。募集するんですね。有名人の方に募集する。傲慢。やってやるよって。やってやるよと。やってやるよ。清水さんが真似してやるよと。そうです。そういう方は、ぜひ、ビバリーヒルズ山口ディレクターまでご連絡ください。はい、お願いします。お願いします。こんな番組で。もしくは受付メールあれです。ヒルズアットマーク 1242.com まで。という。はい。